じゃんじゃかじゃーん。どうもトカゲのケンです。今日はな、パパとママ広島行ってきたらしいから、まあ見たって。あ、行ってらっしゃい。お土産よろしくね。行ってらっしゃい。気つけて行け。あー、パパも行きたい行きたい。リクさんはご飯食べてまた寝ました。で、新大阪に到着。こっからは新幹線乗って広島まで行くんやって。パパとママな、普段電車乗ることってまあないからな。もう新大阪に着くまでももう大変やったって。で、この新幹線に乗りますということで、まずは腹ごしらえ。中の島ビーフサンド、中はこんな感じ。美味しかったって。で、パパの相棒のとろけるカフェオレで、途中姫路城が見えたんやって。でしてたら広島に到着。で、まずは宮島に行くために宮島口駅っていうところに行ってきてって。で、この穴子飯上野さんっていうところ、ここ有名なんやって。で、あんまり時間もないからということで弁当買ってきたらしいねんけど、さあ中身はこんな感じ。マジでめっちゃうまそうやろ。これはうまし、うまかったって。で、こっから船に乗って宮島まで行くんやって。こんな感じの船で、船に乗りました。で、大きな鳥居見えたね。で、到着。ツバメがいっぱいおったって。めっちゃええ天気やろ。日本三景宮島で、これ覗いたら向こうに鳥居あんねて。で、そこしてたら鹿さんがお迎えしてくれて。奈良の鹿と違ってな、全然ガツガツしてないね。めっちゃおとなしい。というわけで記念撮影で、今はまだ干潮やったから降りれてん。もうこの大きな鳥居の下まで行けてん。めっちゃ大きかったって。で、ヤドカリさんめっちゃおったって。このヤドカリかわいいやろ、みんな動いて。で、厳島神社、世界文化遺産やねんて。で、中に入っていきます。で、途中こんなところ、鏡の池、湧き水が出てんねんて。で、おみくじ引いたら、なんと2人とも吉でした。で、これ五重の塔。さあ、こっからはもうご飯食べまくりや。最初に食べたのはカレーパン、チーズが入ったカレーパン。見てこのチーズ、すごくない？チーズだらけやったって。で、今度はソフトクリームにクッキー乗ったやつ。なんかもうめっちゃ映えんねんって。だからもうどえらい並ばされたって。30分ぐらいここで並んでたらしいわ。じゃじゃーん。でもめっちゃ可愛いやろ、鹿さん乗ってて。で、今度は揚げもみじ、もみじまんじゅう揚げてるやつなんやけど、こんな感じ。パパはチーズ、ママはこしあん。
なんか知らんけど写真撮っときました。で今度は焼き牡蠣やねん。もうここもうなマジでうまかったって。でどっさり牡蠣焼いてます。食べたのは焼き牡蠣とバター醤油とチーズ、もうどれもマジうましやったって。でベーコンのなんか巻いたやつで、そうこうしてたらもう帰りの船に乗ってます。またね宮島。でちょっとだけ時間が余ったから原爆ドームにちょっと寄ってんて。パパはな原爆ドーム初めて見たらしい。ママは小学校の修学旅行で来たことあるらしいんだけどな。で、これ路面電車の広電。で、その後帰りの動画なんけど、もう疲れ果てて何も撮ってなかったって。やっぱりな、生き物がみんな家で待ってるから、泊まりはちょっと無理やなっていうことで、日帰りで広島まで行ってきてんて。もうマジで疲れたって言うてるわ。でも楽しかったし、いい思い出になったんやって。で、あとはな、めいっ子ちゃんたちとバーベキューもしたりしてんて。何もネタなくなった時に声入れよ。バーベキューするにはもう今が一番いい時期やでな、うん、でこれ見て、アマゴとイワナらしいねんけど、お兄さんがな朝から釣ってきてくれてんて。でせっかくなので記念撮影。で、これな、左がママ食べたやつで、右がめいっ子ちゃんが食べたやつなんやけど、ママの特技はな、もう漫画みたいにな、魚ほら、骨だけになんねん。これぐらい綺麗に食べるのがママの特技らしいわ。めいっ子ちゃんのやつ、まだまだ食べるとこあるけどな。っていう感じでゴールデンウィークを満喫してんて。で、ちゃんと生き物たちも動画にしてまーす。それも見たって。はい、これリクさん。リクさんおいで。リクさん、朝起きた時はな、こんな感じやね。あ、おいでリクさん。まだちょっと寝ぼけてんねんけどな。あ、おいでおいで。でもちゃんとな、パパの声に反応して起きて、こうやって出てきやんねん。で、これがパパの日課やね。毎朝起きたら、まずはリクさんに挨拶しに行くんやって。このリクさんの顎をパパはよしよしするのが好きやねん。でリクさんもまんざらでもない感じやねん。で天気が良かったのでお外も出してもらいました。はい、これ花ちゃん、これケンちゃんな。で赤太郎、しっぽちゃん、で、かげまろとチョロミー。こっちかげまろ、なんか必死こいて掘ってんね。でも諦めんね。で、こっちはチョロミー、バスキング中やね。超無防備やろ。見てこれ。っていう感じでゴールデンウィークを超満喫してんて。てんちゃんたちもさ、いい天気の日多かったやん。だからこうやってお外出してもらえる日が多かったからさ、ちょっと久々にいっぱい太陽浴びれてよかったわ。でもちょっと暑いわ。じゃ、今日も見てくれてありがとう。バイバーイ。おまけでーす。これももちゃんへのお土産らしいわ。待てやで。ももちゃん用のもみじまんじゅうなんやって。よし。あ、逃げた。ももちゃんはまずな、取られんようにこうやって逃げる。じゃあお二人は？必死やろ。食べえや。
で、案の定食べ散らかしてます。もうじゃんちゃんと綺麗に食べや。まだ食べかす残ってるし。で、お怒り中の腹巻ちゃんです。なんでムムテンにはお土産あんのにや。腹巻ちゃんのお土産なんでないねん。担当ミルアーム入りのもみじまんじゅったってちで。マジでや。パパは毎回もうちょっと近いとこにしようやって思ってんねんて。